ダタポイント2200ダタポイント2200は1970年6月 CTC が発表。当時の多くの端末は単機能だったが、ダタポイント2200は隠し端末エミュレーターを磁気テープでロードすることで様々なメインフレームに接続できる安価な端末として設計された。しかしユーザーはこのプログラム可能端末が単純なコンピュータのタスクを 自前で実行できることを発見し、実際にスタンドアイロンのコンピュータとして利用するようになった。すなわち CTC は現代的な意味でのパーソナルコンピュータに非常によく似た機器を生み出したのである。また同時に、その CPU は後に IBM PC や互換機で使われるようになる X86 命令セットアーキテクチャの元になったという事実も重要である。 本体周辺機器最初のパーソナルコンピュータの一つとなっただけではなく、ダタポイント2200はコンピュータ紙と別のつながりも持っている。当初の設計では TTL 回路モジュールではなく、シングルチップの8ビットマイクロプロセッサを CPU として使う予定だった。1969年、CTC はインテルとテキサスインスツルメンツにチップ開発を依頼した。 TI は安定動作するチップを製造できず、途中で降りたが、インテルは一応完成させた。しかし、その性能は CTG の要求を満たさなかったため、CTG はやむなく TTL 回路で製造することに決定した。CTG がリリースした DataPoint2200 は、マイクロプロセッサの代わりに約100個の TTLIC を使っていた。一方、 インテルはこのシングルチップ設計をインテル8008として1972年4月にリリース。8008はインテルの最初の8ビット CPU であり、後に大きく発展することになる16ビットの X86 ファミリーの命令セットの原型にもなった。8008の命令セットは CTC の技術者が設計したものであり、 そういう意味では彼らが1980年代中盤から今日まで最も広く使われている命令セットアーキテクチャの生みの親ということができる。命令セットの設計はビクター・プアとハリー・パイルによる。TTL 回路設計はゲイリーやスベル。外観のインダストリアルデザインはジャック・フラシニートによる。ありがとうございます。